まあ、視力回復っていうのは目を良くするにはね、あの筋肉柔らかくしていくんですけども、大体まあ皆さん多分動画でもあの見たことあるかもしれないですけど、首の筋肉柔らかくすると目に血液を置くことができてっていうことで良くなるんですけど、その場のね。私首だけやってないんですけど、目なんか良くしようと思ってなかった。で基本的には腰だけで目良くなる。腰を後ろにやる。いつの間にかですよ。目良くしようと思って腰やったわけじゃないですか。まあそんなことがあります、ね。あと認定技師の中でもね、目が良くなったっていう方も何人かいるのでね。あと目のその具合悪い。まああの富山の中川先生がねいるんですけど、当時目のね周りに左目中の目が片方黒い輪っかができて、でその眼科に行ったらその輪っかがだんだん広がってきて、そのうち失明しちゃうよって言われたらしいんです。でそれが今もなくなったって言ってますから、ね、まあそんなこともあります。